さあやっていきましょう。北への8月4日、パーシャープ5ですね。パート5回目なんですけど、なんか期待を続けちゃってます。ただね、ショッキングなニュースが一つありましてですね、8月、ちょっと攻略サイトちょっと見たんですよ。お兄ちゃんおはよう。そしたら、おはようございます。おはようってひらがなで書いてほしい。それをしてみたら、8月2日に小鳥と札幌をブラブラ歩けなかったことによって、もうすでに2人と出会えなくなって、2人とこうルートが進まなくなっちゃってしまって。屋上の件員考えてくれたかい？びっくりしない。そろそろ連絡入れなきゃならないんだ。たった2回でな。行くかい？これ迷ってます。どうやらやっぱりこの美瑛の牧場に行ってしまうと、もうそこしか行けない。それで終わりだよ。どうすかなって。でも行きます。はい、行きます。わからん。もう一回考えさせて。もう一回。まあ急な話だったし、しょうがないね。あ、向こうにはもう一回考えさせてって今、私はそろそろ会社に行くよ。ドリキャスの全部のボタンを、全部っていうか、まあ Y、X、A、B とスタートボタンを押す、戻るボタンを押したつもりが、私もそろそろ合宿に行かなくちゃ。あゆちゃんが迎えに来る約束なんだけど。誰だよあゆちゃんって感じになってんじゃん。戻るつもりで進めてる。戻るっていうか、その最初からやり直すつもりで進めちゃってます。押したつもりがね、押せてなかった。暗転長いな。おおはよう小鳥。あ、おはようございます。誰この男みたいな反応されとるやん。おはようあゆちゃん、今東京から親戚の人が来てるんだ。あ、どうも。そうなんだ。私びっくりしちゃったよ。うん、お兄ちゃんに紹介するね。お友達の川原あゆちゃんだよ。川原あゆちゃんだよ。あゆです、はじめまして。すげえ名前だよな、あゆなんて。まあ言えたあれじゃねえけど、アザラシだけど言えたあれじゃねえよ。ただ捕食される側だ。よかったよね、小鳥ずっとお兄さんが欲しいって言ってたもんね。ガバーン、うん、あ、大変、もうこんな時間だ。もっと口開いたら面白いな。お兄ちゃん行ってきます。あ、私も急がなくちゃ。行ってきます。フェイスリングだ。そうだね。だからもう今の川原あゆはもう攻略できないんですね、残念ながらね。で、もう一人ね、もう一人魅力的なキャラがいなくなってしまってですね、左京はのかっていう、結構好きなキャラが、好きめなキャラが。どうしよう、ここからふんだんにカットを挟みながらやっていくことになるかもしれない。一応小樽に行けるんですね。小樽行ってみるか。小樽運河工芸館、とりあえず、まあルートとしてはまだ残ってるのは小樽でターニャルートは残ってるし、いろいろ残ってないわけじゃない。小樽工芸館売り場だから、このいろいろ見て回るのもさ、こうやっぱカットしていかないといけないよなって思っちゃうよね。話そんなにつなげないよ。うん、まず売り場。あ、誰、西成二人組。ゆきちゃんさんの誕生日プレゼント。ゆきちゃんさん、やっぱり女の子はガラス製品が好きだと思うんですわ。悪そうな二人組だな。だからここに来たんだろう。悪そうな二人組だな。だっていつももうちょっと白。ああ、あった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 。手を伸ばすよ。よし、ナイス、よくやった。ナイスキャッチ。まったくガラス屋には危険がいっぱいだよな。なんだと？ナイスキャッチじゃないよ。もうちょっと感謝してよ。あの、あ
ありがとうございます。ターニャヤンケ。私ターニャリピンスキーです。ターニャヤンケっておかしいよな。この花瓶私が作ったんです。お気に入りの作品だから壊れたらきっとすごく悲しかったと思います。プラント X みたいに見えたよ今。ありがとうございました。プラント X かプラント Z かプラント Y か忘れたけど。はじめまして、シコガザラシです。東京から来た高校生で、今、札幌にある親戚の家にお世話になっています。ターニャ・リピンスキーはね、ターニャ・リピンスキーはね、声が坂本麻耶さんなんですよ。はぁ、坂本麻耶さんなんですよ。当然、花瓶を褒める。麻耶さん、めちゃくちゃ好きでね。本当ですか。昔から嬉しいです。めちゃくちゃ好きじゃない。私の作品をそういう風に褒めてくれた人はあなたが初めてです。でもあの歌だけでしか知らなかったのね。はっきり言ってこのゲームをやるまで正直なんで坂本麻耶さんを好きになったのかもよくわからないんだけど、たまたま CD 買ったかなんかだったかな。それにもともとあなたがいなければこの花瓶は誰にも使われないまま壊れていたところですから。ちゃんと読んでますね。なんかちゃんと読んでますね。え、あ、じゃあ受け取るよ。そりゃ好意には甘えさせていただきます。ペペ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 ン。本当ですか。ありがとうございます。坂本麻耶さんやっぱ歌の人っていう印象が強いし、アニメはね多分最初に認識したのはラーゼフォンの大切に使うよと。俺はどっちでもいいと思うんだけどな。ラーゼフォンのなんかキャラクターが出てくるよね。それでなんか名前あるなって思って。で歌歌ってるじゃないですか、はい、ヘミソフィアとかチューンザレインボーとか。そろそろ工房に戻らなければなりません。そういう歌とか聞いたり。今日は本当にありがとうございました。あとアルバムとか、さようなら。当時ホームページとかもあったりして、あと今もあるんだろうと思うけど IDS とか言ってね。でなんか最初の会員とかにもなったりもしてましたね。それぐらいなんかこうのめり込んでたけど、でゲームで認識したのはこれが初めてって感じかな。ゲームでこういうふうなそのいわゆる恋愛シミュレーションゲームみたいな形でターニャ・リピンスキーという形で坂本麻耶さんの声を聞けるっていうのはなかなかなんだろう、当時にしても珍しいんじゃないかなって思ったりするんですけど語るけどオタク語りになってちょっとキモい。ガラスの小鳥買ってみるか。これ小鳥にプレゼントできるよね。ありがとうございました。金どうなってんの。これ金どうなってんの。ラウンジに行ってみようか。昨日行ったばかりの小樽にまた来ている。不思議な感じだ。当時坂本麻耶さんが麻耶さんが声優してるのって何だったんだろうな。まあ自分の認識者ちょっと前になんたらとロードストースタンチャーとかさあったりするのかもしれない。あでもあれか、歌で言えばあれだ、もうあの工房行くしかないんだよあれ。ほらあれカードキャプターサフクラのねプラチナだよ。あれが有名だよね。あれで あの歌も歌ってる人なのかみたいな。おターニャおるやんけ。てかターニャを見に来とる。完全に変なおかしな人ですわ。目があった。僕は手を振るはおかしくない。応援するも変だよな。えしゃくす。あどうもどうもどうも。ターニャデコが出てるんですね。ポイントですねこれはね。アイコン的なもの出したいな。アイコンじゃないわ、その矢印的なもの出したいな。ここがポイントみたいなのちゃんとやらないと。ちょっと別の場所にも行ってみましょう。午前中なんですね。その日にあるイベントってのはそのもう一回あったらはないかな。いろいろバラバラっと見ますけど、もしも何もなかったらもうカットしますよ。じっくりバッシリね。人はいない、人には会わない。一応あともう一つ、運河も多分誰も会わないよね。怪しねえよ。よし。はあ、よし、札幌帰ろう。
これ帰ろう。これ移動してもさ、時間が経たないのがちょっとんと思うよね。北海大学行ってみましょう。移動しても多分時間経過してないよ。あ、誰もいない。なんとなく北海大学に、なんとなくじゃないか、攻略のあれ見たんでわかるんですけど、北海大学に通い詰めると、あの椎名薫、あ、誰だよ。ごめん、あのさ、私平岸のロイズにリブレット忘れてきちゃったんだ。平岸のロイズにリブレット、それでリブレットって何。本当に悪いんだけど取りに行ってくれないかな。お店にはもう電話してあるから行くだけでオッケー。あ、もちろん後でお礼するからさ。私今4丁目プラザの前にいるんだ。4丁目プラザ待ってるから絶対来てね。それじゃバイバイ。まあ行ってみますか。どっちに行きゃいいんだろう。平岸のロイズに行ってから、平岸のロイズというところに行ってから4丁目プラザに行けばいいんだな。わかりにくいぜ。ローズ、ロイズ平岸、ロイズ、ロイズ、チョコレートの店でした。違うかもしれん。クッキーの店か？ロイズクッキー。いらっしゃいませ。これ写真はいかがいたしましょう。写真？あー、そうじゃなくて、忘れ物を受け取りに来たんです。あ、ごめんなさい。ノートパソコンの忘れ物ですね。こちらにあります。ちゃんとなんか証明した方がいいのよ。リブレットってノートパソコンのことなの？はあ、ついでにチョコ買っていこう、はい、何をお求めですか。あ、チョコの店じゃん、やっぱり、生チョコレート、生チョコ、ありがとうございます。ロイズの生チョコっていいよね。音楽に気合が入っている。まあね、何か面白いことがないかなと思えば、犬も歩けば、アザラシも歩けば海藻に絡まるってね。四丁目プラザ行ってみましょう。なんかなんとなく話が進んでいっている。これでよかったんだろうか。おー、びっくりした。藤川スポーツ。はーい、ゆきちゃんだよ。はーいっていう人いる？ね、いきなり初めに。もしもしって言うじゃん、とりあえずさ、電話とか。怪しいわ、怪しいこのショールは。おかまやん。これはあれでしょうか、 LGBT に対してさ、ちょっと多少何とも物申す人が出てくるよ。こういうあれはよくないよ。だからこうね、おかまさんだからこうなんだろう、ネタに使われるみたいなね。まあ、それ言うとバラ組、バラ組が。もしもーし。コーランでは。あれ？あなた？コーランやんけ。青き月の夜さんじゃないの？コーランやんけ。ひょっとして私間違い電話しちゃった？そうだよ。でもね、でもね、ちょっと待って。あなたが手に持ってるのは私のリブレットでしょ？そうだぞ。間違い電話なのに、なんでそれ持ってきてくれたの？困ってる雰囲気があったからに決まってんだろうが。ありがとう。でもあなたって変わってるよね。間違い電話の相手にまで親切だなんて。暇だからな。暇だから。あれ、あなたロイズの生チョコ持ってるのね。あ？それってひょっとして私に買ってきてくれたの？もちろんってほどじゃないんだよな。まあいいか、やるよ。すっごい親切さんだ。ひょっとしてそれが私の大好物だってことも知ってて買ってきてくれたの？知っとるわけねえでしょ。
そうよね。初めて会ったのにそんなこと知ってたらまるでストーカーだもんね。前で。何なんだこいつは。それじゃ今日はどうもありがとう。バイバーイ。声がキンキンしとるな。声がキンキンしとるで。何だったんだ今は。何だったんだ。え？特にあと他にすることないと思うんだ。もう一回北海大学に。いやびっくりした。ああいう感じなんだ。なんか起こしたことないような気がするね。ああいう誰もいねえ。やめようぜ大学のキャンパスにこう用もねえのに行くのはさ。下見か？下見なのか？怖ーってなるじゃん。こんなね高校生がさ。もう一回もう一回行ってみよう。もう一回あのターニャに会いに行こう。ターニャに。ターニャに会いにおたる。40分って書いてあったね。普通だと40分なのかね。あ、もう午後だから。ちょっとターニャ見に行く。変な人だ。ターニャ見に行く。朝見て、夜も見に行く。あ、ラウンジじゃん。間違えたわ。そうだよね。一人でお茶飲んでも虚しいだけだよね。工房に行く。ちょっと間違えました。いやーね、なんか何してたんだろうこの人みたいになっちゃうよね。いないし、何のために俺は小樽に来たんだ。夕日の見える公園に行っているという。行く行く、その行動力ちょっと俺はないよそんな。あるの？行けるの？夕日の見える公園に行ってみるか。あ、だからめちゃくちゃ青春時代に坂本真綾さんの声を聞いてるもんだから、こうやって聞くだけでちょっとあ、声をかけなきゃ始まんねえんだよ。こんばんは、ターニャ。こんばんはもひらがなで言ってほしいな。こんばんは。僕は何をしてるのって聞けないよ、なかなかな。何してんのって、ね、夕焼け好きなんですか。まあ割とね、割と夕焼けは好きだよ。割とね、私も大好きなんです。あ、綺麗な夕焼けだなと思う。とりあえずスマホ取り出して撮ってみようとするよね。この赤い色がどうしても出せなくて。夕焼け。ツビエトザカータ。ツビエトザカータ。夕焼けの色、私めっちゃ覚えてる。この色をガラスで表現したいんです。この言葉をめっちゃ覚えてる。澄んでいて暖かくて優しい赤。私ロシアのナホトカで生まれて12歳の時日本に来ました。それから4年間運河工芸館で働いています。この声をなんか今すごい聞いてた今。笑わせよ、いいアイデアがあるよ。何言ってんだこいつ。あなたって面白い人ですね。何言ってんだこいつ。それじゃあ夕日が沈まないように捕まえておいてください。私その間にガラスケースを作ります。たわごと。あの晩ご飯まだですよね。おい、よろしければご一緒しませんか。積極的じゃないの。私がいつも行くお店でよければ積極的じゃないの。行くよ行くよ。こちらですよ。あ、もう全然運も言わさず、運も言わさず。はあ、エンゼル。ここがなんだこれ。私のよく来るお店。今もあんのこれ。キッサエンゼルです。キッサエンゼル。どうぞこちらです。ドスコイキッサジュテームみたいな感じ。え、今もあるかなこんなのは。どうなんだろう、キッサエンゼル。オタルキッサエンゼルで検索。
この喫茶店大好きなんです。ガイドブックに載るようなおしゃれなお店じゃないけど、すごくあったかいお店なんです。あれ、小樽喫茶エンゼルで調べると、日本語のわからない私にロシア語の辞書を引きながら一生懸命話しかけてくれたのがこのお店のマスターでした。おしゃれな店でなくて悪かったね。あ、マスター、聞こえちゃいました？聞こえるも何も、見ての通り他に客なんていないからね。はい、どうぞ。え、あるの？まだどうなの？あの、紅茶は頼んでませんよ。これは店のおごりさ。ターニャがこの店に友達を連れてくるなんて初めてのことだからね。だから2007年ぐらいまでは遡れるけど、今あるかどうかはちょっとなさそうな感じがします。これロシア紅茶ですね。ロシア紅茶、うん、ロシアじゃ紅茶にイチゴジャム入れて飲むんだろ。あ、ちょっとなさそうですね。それ聞いて早速真似してみたんだ。残念だね、あったら行きたかったね。うまいかい？なんかなさそうな気がします、はい、ふるさとの味です。すごいカップの持ち方している。明日からこれ新メニューにさせてもらうよ。それじゃごゆっくり。ロシアの紅茶ってのは結構あの果実とかジャムとか入れるみたいな話を期待知識か、もしかして期待知識かもしれん。お、ハートが、なんかハートですね。私がどうしても出せないよ。ちょいちょいなんか 3D を挟み込んでくるけど、ガラスのペンダントです。書けよこれぐらいって思ってしまう。これぐらい書こうよって。ロシアでガラス職人をしていた父はこの製法を誰にも伝えないまま他界してしまいました。ほう。だから私どうしても夕焼けの赤を作りたいんです。どうした？どうした？顔真っ赤にしとるけど。ああ、僕は協力するよ、できる限りね。ありがとうございます。でもこれは私自身の問題ですから。確かに。あの、あ、ごめんなさい。同時に喋ってしまいましたね。 あの、お先にどうぞ。え、なんかこれ話挟み込みってさ。仕事はとても充実しています。私には目標がありますから。違うパターンだったよ、私の。もうこんな時間。あ、次ので出させる方、札幌でしたよね。駅までお送りします。ああ。はい、それじゃあ行きましょうか。なんかこうグイグイ行きすぎてもいけない気がするんだけど、どうなんですかね。なんかわかんないね、わかんないね。どうすのがいいのか。今日はとても楽しかったです。こんななんか可愛い子がさ、それじゃあ夜にブラブラ一人で歩いてるのは非常に危険かなって思ってしまうけど、だからと家まで遅れないしな。ありがとうとしか言いようがない。またなんかたまたま出会ったらデートし。良かったんか、これで。これで正解ですか、失敗ですか。あまりに遅く帰りすぎたかもしれない。いろんなことがあったな今日は。この風呂入りパート必要かな。あ、びっくりした。何？ゆきちゃんってやつだろ。半分正解。ゆきちゃんは私のハンドルよ。ハンドル？ハンドルって何？パソ通とかで呼び合うあだ名のことだよ。パソ通。ちなみにパソ通はパソコン通信の略ね。いや、パソコン通信意味がよくわからないんだが。パソ通って何？はあ。何忘れたかわかる？あなたの心です。自己紹介。あ、はい。あれだけ親切にしてもらって。名前も言わないのは失礼でしょ。いや別に。私の名前はコーラだし。小野中小杖、大里高校の2年生よ。ああ、じゃああれじゃん。趣味はアニメ、小鳥と同じじゃん。パソコン。あなたの名前は？四国アザラシ、東京から来た高校2年生。同い年だね。高2？じゃあ私とドンパなんだ。
ドンパ。ドンパって何？なんかそういうポケモンいたよな。なんか頭に葉っぱを、あ、葉っぱがなんかハスの葉っぱ抜けとけてるやつ。そういえば名前聞いてないなーって。私そういうの気になると眠れない時だね。SNS とかに使うやつか。それで携帯の履歴調べてここに電話したわけ。はあ。今リブレットのアドレス帳にも登録しておいたから。リブレットって言葉がまず聞き慣れないんだが。これからはいつでも間違い電話できるよ。はあ。それじゃバイバーイ。一方的に。めっちゃ一方的やけん。じゃあこっちもかけ直したろ。かけられんじゃないか。なんでだよ。今かかってきたのにさ、なんでかけられないんだよ。おかしいだろそれは。はあ。はあ。あ、風呂に入らず寝ちゃった。はい、じゃあとりあえず今日はここまで。ほなまた。